相次ぐ北朝鮮の短距離弾道弾、そして大陸間弾道とおぼしきミサイル発射に揺れる朝鮮半島。これに対応すべく、韓国軍が行った国産の地対地弾道ミサイル、玄武 2C の発射で、思わぬトラブルが発生基地内に落下したとの情報をキャッチしました。今回は、この米韓ミサイル発射を詳しく見ていきますね。米軍も、エイタムスクを発射していますが、韓国軍の玄武 2C ミサイルの性能は、どんなものかも深掘りしていきます。なんか信用できない韓国軍。2022年10月6日の早朝午前6時過ぎ、北朝鮮が首都の平壌から日本海方面に向けて2発のミサイルを連続して発射、いずれも日本の EEZ、排他的経済水域外とみられる海域に着水し、韓国の分析では短距離弾道弾と見さされている。ここ最近の北朝鮮によるミサイル発射は、かつてない頻度で繰り返されており、この一連の動きの起点となったのは、先月9月25日のミサイル発射であったと考えるのが、一般的で合理的な解釈だと見て差し支えないであろう。簡単に、これまでの北朝鮮のミサイル発射数を日ごとに振り返ってみれば、2022年9月は、25日が1発、28日が2発、29日が2発、10月1日が1発で、これらはいずれも日本海方面に向けて発射された短距離弾道弾であったとみられている。そして10月4日にはおよそ5年ぶりとなる日本の上空を通過して太平洋に着水したミサイルの1発の発射が行われ、ここで使用されたものはこれまでで最も飛翔距離が長く、火星12号系統の大陸間弾道弾だった可能性が高いと指摘された。そして、冒頭に挙げた10月6日のミサイル発射へとつながったわけだが、これら一連の短距離弾道弾と一発の大陸間弾道弾を発射した理由を、北朝鮮自体がアメリカをはじめとする国々からの軍事的挑発への対抗策だと嘘吹いている。確かに、アメリカは2017年以来となる大型原子力航空母艦の韓国への派遣を行い、9月26日から4日間の日程で韓国軍とアメリカ海軍のロナルド・レーガンらの空母打撃群らが合同軍事演習を行う動きを見せた。そしてこのアメリカと韓国との2国間合同軍事演習が終了した翌日の30日には、日本の海上自衛隊の護衛艦1隻を加え、3カ国による対潜水艦作戦の訓練をも実施し、北朝鮮に対する軍事的な対抗手段の多層さを見せつけていた感はある。ちなみに、この海上自衛隊の護衛艦を含めた3カ国での軍事演習に関しては、韓国の野党第一党の議員には、その実施海域が竹島、韓国名、独島にほど近かったことから、それを行ったことを非難する声も上がっており、彼の国の思考の一端も垣間見えた。アメリカが、ロナルド・レーガンらの空母打撃群を、久々に韓国へと派遣したいとは、北朝鮮が、核実戦の再開に踏み出す恐れがあると、判断してのことだったようだが、よほど、北朝鮮には、気に障ったのか、大陸間弾道弾まで持ち出したのだと思える。幸いにも、これまでのところ、北朝鮮が核実験の再開を行ったという情報はもたらされていないが、これがアメリカのロナルド・レーガンらの空母打撃群の久々の派遣によって自重させられたものなのか否かはよくわからない。ただし、北朝鮮がそれを強行していたならば、もっと激しい軍事的圧力をアメリカがかけたであろうことは想像に難くなく、北朝鮮側としてはあくまでそうした圧力に屈したとみられることを避けようと、ミサイル発射しか対抗策は残されていないのだろう。しかし、10月4日に
北朝鮮が発射した大陸間弾道弾とおぼしきミサイルは、これまでので最長の飛翔距離を示し、物理的にはアメリカのグアム島まで射程距離に収める可能性があるため、アメリカもさらに別の手を見せた。翌10月5日には、アメリカ軍と韓国軍とは、地対地ミサイルの MGM-140、エイタムスクを、それぞれ、2発ずつ、日本海方面に向けて、威嚇射撃を行っており、これは、今のロシア・ウクライナ戦争で、ウクライナへの供与が見送られている、兵器である。地対地ミサイルの MGM-140、エイタムスクは、アメリカのロッキード・マーチン社が製造を行っている兵器であり、M270、MLRS や、ハイマースの多連装ロケット発射機能を有する車両から運用されるもので、アメリカ、韓国ともに陸軍が保有している。MGM-140、エイタムスクには、4種のロケット弾の種類があり、それらの射程距離は、各々ブロック、I が 165km、ブロック、イアが 248km、ブロック、II が 140km、ブロック、IIA が 300km と公表されている。ウクライナがアメリカに供与を切望しているのは、その中でも、最も射程距離が長大なブロック、IIA だと見られているが、アメリカのこれまでの態度からは、ロシア国内への越境攻撃が可能となることを危惧し、供与は見送られている。韓国陸軍においては、これらの MGM-140、エイタムスクのロケット弾のうち、射程距離が 165km のブロック、I と同 248km のブロック、IA が調達されており、今回、どちらの砲弾が使用されたのかは不明ではある。しかし、実は、これら地対地ミサイルの MGM-140、エイタムスクを、アメリカ軍と韓国軍とが、各2発を発射した5日の前日、4日の深夜に、韓国軍は、国産の地対地弾道ミサイルである玄武 2C による、威嚇射撃を行うものの、不名誉な結果を招いてしまった。そこで発射された地対地弾道ミサイル、玄武 2C のうちの1発が、正しく飛翔せず、発射されて、すぐに基地内に落下してしまい、幸いなことに、弾頭部こそ、爆発には至らなかったとはいえ、搭載していた推進剤に引火して、騒ぎとなったのだ。地対地弾道ミサイル、玄武 2C の発射が、4日の深夜帯であったことから、炎や音を見聞きした、近隣の住民から、すぐに、通報等が、行政機関に対して行われ、インターネット上には動画も投稿されたが、韓国軍は、翌5日朝まで、この事実を告知しなかった。これは、北朝鮮の大陸間弾道弾の発射に対して、韓国軍が、その対抗措置として言った地対地弾道ミサイル、玄武 2C の発射であったにもかかわらず、しかもそれが国産兵器でもあったことから、国内からの批判を恐れたのだとしか思えない。韓国軍からしてみれば、実に、間の悪い追タイミングで正規してしまった事故であり、確かに、北朝鮮に対しても、韓国軍の兵器のずさんさを示してしまう、実態ではあったが、仮にも、民主主義国の組織としては、初動の対応がまずかったことは否めない。地対地弾道ミサイル、玄武 2C は、2017年に試射が成功したと伝えられていた兵器であり、装輪式の車両に搭載するタイプで、最大射程距離は 800km にも達するとされており、対北朝鮮向けの主力地対地ミサイルである。韓国軍では、今回の地対地弾道ミサイル、玄武 2C の事故の原因を、その発射を制御する装置の一部に、欠陥があったことを認めており、この見解を聞くに、
当該の兵器にだけ生じた問題ではない可能性が極めて高いと感じられる。このため、韓国陸軍本部と国防科学研究所は、配備されているすべての地対地弾道ミサイル、玄武 2C を点検することを表明し、複数の事業者にまたがる製造工程についても確認を行う予定であると、今後の対応への言及を行った。韓国軍では、さらに新型の地対地巡航ミサイルである玄武3シリーズと、今回の事故を引き起こした地対地弾道ミサイル、玄武 2C を含む2シリーズとで、2016年までですでに800機、最終的には2000機まで配備数を増加させる予定とされてきた。ここまでの数の配備に到達した場合には、北朝鮮側が保有する各種のミサイルと長距離砲を合わせたものの、7割をおよそ1日で無効化することが可能だと、喧伝されていたこともあり、今後の韓国軍の対応には注目が注がれている。ただし、もし、仮に、今後の調査で、地対地弾道ミサイル、玄武 2C について、元々の設計上の欠陥が露呈することとなれば、韓国軍の戦力に、大きな穴が開くことを意味するため、詳細は、伏せた対応が行われる可能性の方が高いと、個人的には思えている。日本でも、12式地対艦誘導弾の能力向上型等、国産ミサイルによる防衛力の増強が急がれているが、実戦での使用は限りなく可能性が低いこともあり、今回の韓国の地対地弾道ミサイル、玄武 2C のような事態が気にはなる部分だ。